千葉県がんセンターは千葉県千葉市中央区にある千葉県が運営する医療機関兼研,研究所。がん診療連携拠点病院に指定されており、がん対策の千葉県における中枢的役割を果たしている。センターには診療科、部門と研究所がある。両者の連携により高度な診断治療を行っている。また、国立がん研究センターなどと、 コンピュータネットワークによる癌診療支援システムで診断治療レベルの向上を図っている。診療科、部門は核臓器など癌の発生部位や診断、治療方法別に分けられている。漢方医学や精神腫瘍学、緩和ケア、リハビリテーションにも対応する。研究組織は創薬や発癌制御、 血液中の微量な物質の分析による早期発見手法の開発などに取り組んでいる。有料の血液検査は2019年開始を目指している。千葉県がんセンター復腔鏡手術死亡問題2008年から2014年2月までに復腔鏡を使って肝臓や膵臓などの手術を受けた患者11人が相次いで死亡した問題を調査してきた第三者検証委員会が 報告書を公表し、難しい手術を復空鏡を使っていったことなど、11人のうち10人の手術で問題点が指摘された。また、2015年5月1日、前述患者への手術も含む手術研究権について、保険適用外でありながら、あたかも保険適用の手術を行ったと見せかけて、診療報酬請求する事案が発覚し、 厚生労働省関東新越厚生局から開国処分を受けた。ありがとうございます。